ブルボン宮殿内の大議院議場大議、インポン会議場の平面図大議員は19世紀から20世紀にかけてのフランスの諸議会の名称である。復興成果の大議員は1814年憲章により第一訂正下の立法院に代わって設置され、納税額による制限選挙で選出された議員で構成された。法案の討議、そして何よりも 租税の承認をその任務とした。検証により、議員は、任期5年で、毎年5分の1が改選されるものとされた。非選挙人になるには、毎40歳以上かつ直接税選フラン以上の納税者であることを要した。閣僚は、議員の中から選ばれることができたため、復興成果の内閣は強大ならずも、議会主義的、自由主義的な性格を帯びた。 1815年に再起したナポレオン一世の百日天下の間は帝国憲法不可法の規定により大議員に代わってこれとは異なる。大議員が短期間設置されたが第7次大仏大同盟軍のパリ入場で瓦解した。女王党派が多数の議席を占めた1815年から1816年までの議会はまたと見出し難い議会と呼ばれた。 大議員本会議場七月王政下の大議員は、1830年検証により、納税額による制限選挙で選出された議員で構成された。七月王政下の政界は、運動派と抵抗派とが、大議員を二分する状況であった。初期の段階では、両派間の政権交代もあったが、1840年までには、フランソは偽造を中心とする保守派が、 政権の座を掌握した。1830年以後、議員は、任期5年で、非選挙人になるには、満30歳以上かつ、納税額500フラン以上の納税者であることを、要した。国王は、毎年大議員を召集し、その定会権及び解散権を有するが、大議員を解散した場合は、3ヶ月以内に、新しい大議員を召集しなければならなかった。 1852年、大議員は再び立法院と解消された。第三共和政下の大議員は、多数代表制に従い任期4年で選出される、議員で構成された。17の立法機があり、共和国の議会政治の慣行は、この時期に定着していった。その議場は、レオン・アンベタ、ジュール・ヘリー、ジョルジュ・クレマンソー、 ジャンジョレスをはじめとして雄弁な政治家が激論を展開したことで知られた。フランスの議会制において、政党や政治団体という概念は長らく存在しなかったが、共和派のリゴ理合さんは、多党分立や周期的な政情不安定を生み出す原因となった。法律家は大議員議員の重要な一翼を担った。すなわち、百二十四年の左翼、連合結成時には、 140人の弁護士と9人の法学教授が議席を占め、1936年議会の人民戦線政権下では110人の弁護士と8人の法学教授が議席を占めた。第三共和制からそれまでのフランスの体制下には存在しなかった議員歳費が導入された。その理由は貧しい者も,も含め全ての市民が議員に選出されうるようにしなければならない。言い換えれば、 議会が名簿家や不労所得者だけに接見されることのないように議員に相当の歳費を与えることが必要であると考えられたことにあった。1938年1月1日時点で議員歳費額は年82,500フランであった。第三共和政下の大議員議員選挙はそのほとんどがアロン・ディスマン投票制により取り行われたが投票方法は 数回変更された。詳細は国民議会ウェブサイトを参照。1875年憲法の定める大臣の政治責任の原則により、大議員は問責質問等の手続きに基づき政府に対して不信任を表明することができた。同原則とその運用手段は議員内閣制の根幹を成した。均衡上、政府の大議員に対する 解散権行使を認める定めがあった。1877年の幕マ間マン大統領による解散断行を受け、解散権不行使の慣行が確立すると、大議員は政府に対して圧倒的優位に立ち続け、多くの内閣を当確させ、権力の不均衡をもたらしたと呼ばれた。大議員の最終会議は1940年7月9日に開かれ、最後の大議員議長は、 エドアールエリオが務めた。大議員は、ペタン元帥の発した1940年7月11日の憲法行為により停滞、延期された。ありがとうございます。